はい、こんにちは、正隆です。今回は、三本雄介さんの、実験思考という本を、サクッと紹介していきたいというふうに思います。この本はですね、幻冬舎の、箕輪厚介さんとタッグを組まれているということで、もうこれ もう絶対面白いだろうというふうに僕は思って、すぐに読みました。で、こちらなんですけども、なんと価格が400円ぐらいで売っています。で、Kindle なら0円でダウンロードして読めますので、ぜひこちら読んでみてほしいと思います。で、この動画で学べることということで、三本雄介さん、キャッシュとかで有名な起業家ですね。この人すごいアイデアマンですので、この人のアイデアを生むためのコツというのが、この本には凝縮されています。その中で、僕が、これは大事だと思った、有益なエッセンスになりそうなところというのを、7つご紹介をしたいというふうに思います。それでは早速1つ目からですね。市場選択とタイミングというところで、三本さんはですね、なんと、10年前ぐらいにもうすでに、シェアリングエコノミーというのが絶対来るというふうに確信していて、その頃にもうすでにカーシェアサービスというのをやってたということなんですね。で、カーシェアといえばウーバーとかで有名だと思うんですけども、ちょっと日本だとですね、最近やっと、認められてきていて、ウーバーはまだ規制で厳しいんですけども、やっと認められてきたというところなので、当然10年前では全く相手にされなかったそうです。なので、世に出すタイミングっていうのはあって、アイデアっていうのは練るのはいいんですけども、その世に出すタイミングで全く反応が異なってしまいますよっていうところが一つ目になります。で、二つ目ですね、全力で普通の生活をするということなんですけども、これどういうことかと言いますと、斬新なアイデアを出したいとか思っていると、イケてるビジネスモデルを作りたいとかですね、こう考えていると、常に、目新しい情報をインプットしようというふうに心がけます。なんですけども、三本さんの目標である、より多くの人が使うサービスを作りたいというのが、三本さんの夢なんですけども、この行為自体が、ちょっと危ないと警告をしています。で、これは僕もよくですね、ツイッターとか、ニュースビックスとかですね、そういったところで、インプットしてるんですけども、この辺の界隈で、いいなと思ってフォローしている人たちっていうのは、いわゆる、普通の人ではないんですよね。専門的な知識っていうのはもちろんあるんですけども、勤めている企業とかですね、報酬っていうのも、一般的な人とはよりは少し高め。なので、少しずれている可能性があると。いうところで、そういった人たちの情報ばかりをインプットしていると、大衆の感覚が失われてしまうと。この大衆の感覚というのを持っていないと、大衆が使いたいと思うサービスを作れなくなってしまう。で、これは確かにそうで、よりですね、近くの、僕で言うと親とか、あとは近所のおばちゃんとかの話を聞いたりとか、あとは流行りのテレビっていうのも、ちゃんと見るべきと。いうところが、2つ目になります。はい、3つ目になります。表現次第で市場は広がる。というところで、表現っていうのは、三本さんっていうのは、キャッシュ、例えばキャッシュでこだわったところっていうのは、ドメインだそうです。ドメインというのは、そのサイトの URL ですね。で、キャッシュのドメインは、キャッシュ .jp というも非常にシンプルな、ドメインになっています。で、これはメジャー感を出したかったっていうのと、誰でも分かるような、分かるように簡略化したかったっていうことが、で、こういったドメインを取ったそうです。これ、多分このぐらいのキャッシュっていう、非常にもう一単語なので、価格的には400万円ぐらいしたそうなんですけども、それでも出雲さんは、安かったと。すぐこれだったら元取れるということで、こちらのドメインを買ったそうです。で、最近だと、UX って言われてますかね、ユーザーエクスペリエンス。ユーザー体験ですね。こちらが重視されていますけれども、いかにユーザーが気持ちのいい体験ができるというのは、どう表現しているかというふうにかかっています。なので、同じ商品でも、同じプロダクトと言いますね。でも、表現によって、全く受けが変わってくると。なので、
どう、見られるのか、どう使ってもらえるのかっていうのは、サービスを作りたい人にとっては、重視しなければならない、まあ、大事な要素ということになります。はい、続きまして4つ目ですね。ズレが限界に達しそうな業界を探す。ということで、まあ、先にも挙げたんですけども、まあ、事業はタイミングが全てです。ということで、まあ、例え、世の中の穴をついてはないですね、まあ、素晴らしいアイデアであっても、まあ、世間に認めてもらうまで、まあ、10年かかってしまうとなると、まあ、あまり意味がないというところで、で水本さん自体は、事業アイデアというのは無限に自分は持っているというふうに豪語しています。ただ全てはやらないと。理由は当然人間は死んでしまうので、時間に有限がありますと。なので、全てを試せない。なので、何をやるかっていうのが、何よりも大事ということになります。で、三本さんは、1年ごとにですね、この年はこのテーマが流行るというのを決めてしまっているそうです。で、そういった観点で見て、2017年っていうのはお金がテーマだったと。お金 2.0 とか入りましたよね。で、2018年は旅行というところで、2017年はお金が流行るということでキャッシュを出しましたね。で、2018年は旅行が流行るというところでトラベルダウンという、サービスを、三本さんは出しています。で、2019年はちなみに不動産が流行ると見ているそうで、おそらく不動産に関連のサービスを出してくるはずです。はい。で、まあ、こういったテーマを決めるんですけども、その見極めってどうするのというところですね。で、そのヒントとして、長い間同じビジネスモデルをやサービスっていうのを提供しているところがないかっていうところを探す。そうですね。まあ、なかなかビジネスモデルが変わらないんだけど、テクノロジーが進化していて、そこのズレが、もう限界来てるよねっていうところを探してテーマにしていくというところですね。もし、あなたの周りに、まあ、このスピード感ある時代で、これ変わってないよねっていうところがあれば、そこがチャンスかもしれません。はい、続いて5個目ですね。思考停止の時代になっていく。人間はですね、まあ、面倒くさがり屋で、まあ、より便利なものが生まれてしまうと、まあ、必ずそちらに流れますよということで言ってるのが三本さんの持論です。なので、まあ、どれだけ思考停止させたままサービスを提供できるかっていうのを意識しているそうです。まあ、なんだろう、お腹を空いたと思ったら、まあ、スマホをポチッとしたら、場所や予算、または、まあ、自分の体調から、まあ、適切なお店の、まあ、商品まで選んでくれると。で、さらにそこのお店までの行くまでの道案内、ここを右回ってください、そこの階段登ってくださいとか、もう一つ一つ誘導してくれると。なのでとことん、何も考えなくてもいいアプリが、まあ、主流になっていく時代になると、それが間違いないと言っております。まあ、なので、まあ、普段の生活で僕たちが頭を使わなければならないもので、まあ、より多くの人が、まあ、面倒くさそうだと感じているところっていうのを追求していけばいいのではないでしょうか。例えば、僕が最近思うのは、Amazon プライムでよくビデオを見るんですけども、いっぱいタイトル並んでるんですよね。で、こんだけ並んでると何を見ていいかっていうのを選ぶのが非常に大変だと。なので、まあ、僕が絶対に面白いと感じるタイトルっていうのを一つ選んで、それだけ表示してくれる、まあ、そんなものがあると便利かなというふうに僕は思ってます。はい、続いて6つ目。衣食住は無料になる。これも僕も常々思っているんですけども、まあ、思考停止って言われたまま動く状態は、まあ、人間にとってもある意味で思考の状態なんですよね。で、その究極形って働かなくても生きていける世の中になることだと思うんですね。で、AI を駆使して全ての生産コストが下がっていけば、まあ、やがて、まあ、いずれゼロとは言いませんが、まあ、ゼロに極まっていくというところで、まあ、衣食住が無料っていうところは、まあ、理論上は不可能ではないというところなんですね。ただ、まあ、現実的には難しいので、まず、サブスクリプションサービスで
成立を目指すのではないでしょうかというふうに僕は思ってます。まあ、例えばですけども、提携している大家さんのアパートであればどこでも住み放題、これが5万円で、提携している店舗であればどこでも食べ放題、これが3万円で、好きな衣類を、送ってきてくれる着放題ですよ、これが2万円とします。そうすると、まあ、合わせて10万円なんですけども、もしあのベーシックインカムっていうのができて、あの月に10万円もらえるとなれば、まあ、実質衣食住っていうのは無料になります。まあ、夢のような話なんですけども、AI とベーシックインカム、そして、まあ、このいった、思考停止で使えるサブスクリプションサービスっていうのがあれば、あのそれほど無茶な話ではないのかなというふうに僕は思ってます。なのでこの、衣食住を、提供するサブスクサービスってあの非常に熱いなっていうふうに僕は思ってます。で最後7つ目です、エンタメが強くなる。で仮にあの衣食住があの実質無料になるとすると、あの人は時間を持て余しますね。でその時間はどこに使うかというと、もうエンタメに使うしかないんですよね。例えばエンタメといいますと、スポーツ観戦とかミュージカルで、あの最近では、YouTube で多く見られているお笑い系動画っていうのは、さらに価値は高まるはずだと思います。なので、エンタメを生み出す側の、クリエイターっていうのは、もう最大の価値を、価値を持つというところになりますし、その他だとあの世の中で活躍する仕事ってさっき言った、スポーツ選手とか俳優とか、あとはお笑い芸人に限られてしまうんじゃないかなというふうに思います。今子供がね、あの学ぶべき教育で何ってよく言われるんですけども、国語算数理科社会といったものはもう古くて、音楽図工体育はいいとして、演劇とかお笑いみたいなのも、勉強していく必要があるんじゃないかなというふうに僕は思ってます。で、これを聞きになっているビジネスマンの皆さん含め僕も、僕たちは、面白いサービスやコンテンツを作るクリエイター何でもいいんですね。もうクリエイター、ブログでもいいですし、こういった YouTube でもいいですし、何か、面白いものを作るクリエイターになりましょうということになります。はい、最後まとめになります。あの今回の、内容では、あの三本さんのとんでもアイデアは、取り扱ってないんですけども、あのこの本はあのいっぱい載ってます。なのであのぜひ参考にしてみてほしいです。で何かサービスを作りたいとか、あのビジネスモデルに興味があるという方は、絶対に読んでおく方がいいかなというふうに思います。というか、これ Kindle って0円なので、あの絶対読みましょう。これなんで0円なのかっていうんですけども、これ実はあの価格は自由に決められて、0円であの読んでそのまま払わなくてもいいんですけども、もし、1500円の価値がある、3000円の価値があるという方は、専用のサイトからですね、支払いができるんですね。で、これ最大見ると分かるんですけども、1000万円で、1000万円支払えるものがあるんですけども、で、これちょっとクラファン形式みたいになっていて、それで支払うと何か特典がもらえると。で、1000万円払うと、三本さんと会社を立ち上げることができるということがあるんですね。しかも、アイデアはなければ三本さんが提供してくれるって言ってこの、結構お得なんじゃねっていうふうに思うんですけども、僕ももし1000万円の試せあったらこれやりたいなと思ってたぐらいなんですけども、ぜひですね、興味がある方は専用サイトを説明欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。はい、今回は以上になります。これからもですね、僕が読んで面白いと思った本を、どんどん紹介していきますので、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またブログやツイッターもやっております。説明欄のところに URL を貼っておきますので、ぜひ興味のある方は見てみてください。はい、ありがとうございました。以上になります。それではまた。